シルク天山王とは、日本の競争馬、シュボバである。1982年の新山記念に勝利した。いわゆる華麗なる一族の一頭であり、半姉に一頭、半兄に日報キング、桜明けぼなどがいる。また、老いにあたる萩野カムイ王は、同年生まれで、生産牧場、所属厩舎も同じであった。年齢は、 急表記1981年11月28日、阪神競馬の三歳新馬戦に、単勝一番人気で出走したが、黄金山人の三着に敗れる。続いて12月6日阪神の三歳新馬戦では、オンワード早草に十馬審査の解消で、初勝利を挙げる。12月20日阪神のサザンカ賞に勝利し、この年を終える。明け4歳となり、 1982年1月10日、京都競馬の新山記念から、指導、レースでは2着の若天山に、半馬審査ながら解消した。その後は、弥生賞を目指して登場したが熱発の影響で、回避を余儀なくされ、さらに故障でクラシックを断念し、長期の休養に入る、こととなった。5歳になった1983年2月27日阪神の、オープンで復帰し4着。 続く3月13日半身のマイラーズカップではロングヒエンの4着。4月3日半身の大阪杯で光でゆるの2着に入ったが新冠骨流を再発。その後は復帰が叶わず引退し、1985年から種母バとなった。引退後は西山牧場で種母バとなり、1994年までつなぎをされた。 1993年の北九州、記念優勝はシルクムーンライトを出したものの、サイヤーランキングは1992年の215位が、最高と、全体的には、低調な守護場成績であった。不景子孫は残っていない。母の父としては、形成杯オータムハンで2着の西の下を出している。ありがとうございます。